中共の習近平国家主席はアリババ集団やファーウェイを含む200人以上の財界代表団を率いて韓国を訪問し中韓経済通商協力フォーラムに参加しましたしかし香港でデモが行われた7月1日の夜韓国に本社を置く LINE は封鎖されいまだ解除されていません習近平国家主席は今回中国最大のポータルサイト バイドゥインターネット通販最大手のアリババや通信機器メーカーのファーウェイのトップを率いて韓国を訪問しました4日の中韓経済通商協力フォーラムには韓国側もヒュンダイ自動車や LG サムスンなどのトップなどが参加し総勢450人が出席しました中国は IT で韓国に攻勢をかけようと意気込んでいますが

先日中共は世界に中国の設備を使わせると言い放ち IT 大手が次々と海外市場開拓に乗り出していますが中共は国内ののネット検閲の手を緩めません今回 IT 大手の韓国訪問がどのような結果をもたらすのか注目されます。新東人テレビがお伝えしましまた